皆さんこんにちは、レクセン理工士の海野です。令和2年、司法書士試験合格発表、おめでとうございます。本当に皆さん頑張りましたね。今までの自分の苦労が報われたと感じていらっしゃるんだと思います。本当に今までの努力をですね、ぜひ皆さんですね、噛み締めていただきたいと思います。でもこれからがスタートです。これからですね、私たちと同じ司法書士として、これから活躍をしていくにあたって、ぜひですね、皆さんに一つだけ、アドバイスをさせていただきたいと思います。それはですね、これからも勉強を怠らないでほしい。これからは試験に受かるための勉強ではなくて、依頼人の方に対してどれだけためになれるか、そして依頼人に寄り添っていけるかのための勉強です。もちろん、そのためのですね、勉強というのは今までと同じように、例えば、書籍を読んで、例えば研修講義を受けてという形になると思いますけれども、でも今までとはちょっと違った勉強になってきます。でもそれをですね、ぜひ怠らずに、どん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 アップデート、アップデートをしていただきたいと思います。そして皆さん方が、レックを通じて、司法書士を合格されて、そして依頼人に寄り添う素晴らしい司法書士になっていただくことを、願ってやみません。これからは私と同じ司法書士です。同業者として、切磋琢磨をお互いにさせていただきたいと思います。本当に、おめでとうございます。皆さん方のそして頑張りを私自身も誇りに思っています。これからどうぞご活躍ください。私からの皆さんへの祝辞は以上とさせていただきます。こんにちは、司法書士講師の根本です。最終合格おめでとうございます。いよいよ一つ目の関門、司法書士試験の突破はここでおしまいです。次は皆さんが元から考えていた自己実現の場に行きます。司法書士の世界に行ってらっしゃい。あ、他の資格取る予定があったらぜひレックの方をご利用ください。それじゃ、皆さんこんにちは、レクセン2講師の森山です。合格本当におめでとうございます。今年は本当にコロナ禍の長い長い戦いで本当に大変な中勝ち抜いていただきました。これからですね、実務に出るといろんなことが起こると思いますが、この戦い抜いたという自信を持ってぜひいろんなことに取り組んでいただければと思います。で、なかなかこのような状況ですから、祝賀会みたいなものができずに申し訳ないんですけれども、ぜひこれからですね、どんどん飛躍していただいて、いい報告があればぜひお知らせください。何らかの形でまたお祝いができればと思っております。ぜひ次のステージでも頑張ってください。応援しております。皆さん、合格おめでとうございます。レクセン認講師の佐々木由美です。今年度の合格は本当に、貴重な合格だと思います。直前期が6ヶ月もあって、本当大変だったと思うんですけれども、ぜひですね、これから皆さん司法書士として、大きく羽ばたいていっていただきたいかなと思います。で、就職活動もされている方いらっしゃると思うんですけれども、今後の動き方、皆さんぼちぼち考えていらっしゃると思うんですけれども、もう事務所に就職するのであれば、もう司法書士は就職時期特にありませんので、ぜひですね、そういったところを情報収集していっていただきたいかなと思います。そしてまた、そうですね、どうやって動いていいかわからないという方、そしてまた、そうですね、元佐々木クラスの受講生さん、受験回数問いません。ぜひですね、今後の相談、ある方は、合格報告とともにですね、池袋本校の方に、ぜひご連絡いただきたいかなと思います。本当に皆さん、おめでとうございました。ぜひですね、周りの方に、大きく自慢していただきたいかなと思います。それでは皆さんの将来、楽しみにしております。おめでとうございました。